一心取り立て騒ぎだな。最初他の工事がちょっとやばいかもしれない。みんな他の工事やってる人間が評価かもしれない。強者がですよね。公認会計士が税理士からすごく達したねんか。はい。なんだけどね。あの、ワンな。はい。何なんですか、うん、一回、もし財務ないよ。いや、それも説明の問題なんですけども。はい。それなんとかうちにちょっとでも返済していくことを無理すぎなって考えさせてほしいなと思いますねけど。バンと挟むやつじゃなくて、例えば保育所もきちっと売るとか。保育所は別法人だ。なんで？幼稚園でしょ。まあ幼稚園でも、はい。幼稚園の子だから来なかった。空っぽってね。まあ要は土地と建物が理想なの。今この墓荷場はですよ。はい。4億8000万なんですけど。はい。その超借り入れ金が2億4000万。4億3000万ぐらい。借り入れ。どっちだろうや。入学前受け金とか全部返さないんですよ。もう幼稚園辞めるんですか。幼稚園だから維持できないですよね。返せなかったら。ああ、小学校の。いや、それもね、ほんま。うちはその4億、5億がもうギリギリの線なんですよ、ほんまにね。いや、だから逆にね、はい、逆に、長期の分割で返せるかどうかっていう問題ですよね。一社だけなんで、藤原さんと話がつけば、破産しないという方法もありますけども、それでいけるのかな。銀行と交えた話せんと、先長期借りでいくらだったんですか。2億5000万。預かり金があるから
資産ちょっと確認させてもらいたいんだけども、土地と建物で4億8000万くらいあるんですよね、小学幼稚園の。もともと書いてる資産予測のところに4億8000万で書いてるんですけど、5億5000万になってる。うん。で、借り入れは2億5000万くらいですか、幼稚園の借り入れは。うん。2億5000万くらいかな。で、サスティナブルを変換して、サスティナブルを変換して、他借り入れってないんですよね。短期借り入れ金ってこれどこですか？うん。じゃあ、借り入れって全部で2億7千万くらいでいいですか？で、これは別に普通に返していったらいいんですね。あかん。で、認可が取り下げたら、そうか、土地を返さなあかんって、建物を収拠せなあかんでね。うん、土地のね、その経過見てな。国との政策、建物を買い替えたりもしたらいくらくらいかね。大丈夫、藤原さんに聞いてる。5000万、1億くらい。幼稚園ってね、まあちょっと生徒の問題あるけど、普通にやったら利益ってどれくらい出ます？毎日、毎年それくらいはだから返済できるわけね、年間ね。で、借り入れってまだできますかね？もしやらないってなったらね、今以上に運転資金とか、例えば、藤原工業さんのお金返すっていうことでできたりしますかね？うん、借り入れ。今潰さない方法ないかって考えてるんですよ。藤原さんが頑張って、うん。建物は潰さないんですけど、もうだって土地返さないから。藤原工業トマスと申します。藤原トマスと申します。法人を破産しなくて済む方法。藤原さんが待ってくれるんだったらできる。でもその待ってもらうには藤原さんにも一定支払っとかないと、藤原さん自身が破産せなあかん話になったら、関西には一気に払えって言ってくるから、うちも払わなあかんって話になる。そこちょっと調整しますね。はい、はい、大丈夫。うちの弁護士。よろしくお願いします。で、ちょっと認可が通る見込みが低いから、今日ちょっとまあ2時から大阪府の立ち入りで小学校行ってるんだけども、理事長自らがこの職員の話して、もう難しそうだって話であれば、その認可を待たずにもう取り下げますと。申請したり、はい、学校事業をやめますと。そしたらそっちは返還しますと。一応払ってるのはだから国から戻ってるのに、2000万くらいかな。と、だと、解体しないといけないので、形変化はなんか、そのまま押し替えに5000万から1億くらい。1億くらいかね。まあ、対して形変1億で変換します。見たことないですね。戻ったよ。それとかの、まあ、そこはずっとこう、を私、与えたいと思うんですけど、どうにかならんですかね、その先生は。あ、だから、そこを引き継いでやってくれるところがないから、そうですね。だから、財務省も含めて、はい、そういう話をすると。だから、その場に、例えば、豊中やったら、犠牲者とかあるんで、
れが確か中高やったと思うんですよ。違いました。中高ですよね。じゃあそういうところ当たって買い取ってやることができへんかっていう話で、解体せずに済めばいけますよね。そうですね。うん、でちょっと出してもらえないかなみたいな。うん、で、うん、今ちょっとあの守秘義務があるから施工してる会社とか建築の会社に見せれない前提で話してなあかんねん。それが年立ては5億5000万くらいなんです。幼稚園A 社と同じで、僕らの現金がこれって言ってんけど、これよりもっと減ってんじゃないな、この8掛けくらいなんで、このうち5000万サスティナブルっていうのは補助金が入ってるから、これ返さなあかんから、それ引かなあかんねん。で借り入れ金はこれくらいの金額ですよね。入学の前の金でもらってるものを全部返さない。そしたらもうほとんど藤原さんにお渡しできないですね、今払えるお金って。なるほど。今のキャッシュから言うと、もう数千万、5000万返せるかなと。で、うん、今すぐ工事やめて、うん、まあ止めた段階で5000万渡しして、破綻せずに資金繰り上いけるかどうかです。ちょっと、いや、そうですよね。だから、手続き的には、うちは藤原さんから工事代金を請求されない限りは、債務超過にはならないという考え方は、債務超過にはなってるんだけども、支払い不能には陥ってないという考え方があると思う。請求されて初めてですよね。で、土地の返還も最初どう話すかまでわからないから、顕在化するまでは大丈夫だから、言うたら入学者に対してお金を返します、6000万くらいかな。そんななさってるんですか。入学前受け金というのが書いてあります。小学校。それ一人頭ある。100何万とってる。これ入学前受け金というのが書いてある。入小学校入学。幼稚園全部入ってる。幼稚園や。じゃあ小学校だけどそんなにないから。そんなない。こんなのまあ。じゃあそれを払います。まあ、小学校だけどこっちかもしれない。それ返しますとかやったら、あ、まあそれやったら5000万は絶対返せるかもしれないです。でもそのレベルなんで、まあまあ今寿司出してるんですよ、追加で増えてるんだけどね。だからもう今もうパッと、もし仮に止めてもらって、うん、そしたらもう追加お金いらないですよね。というかもうね、このソフトランディングチェンジしないと取り付け騒ぎでもう偉いことない。わかります、わかります、わかります。他の日本全部緑で法律の先の先生ですよ。もしもし、はい。ああ、すいません、はい。はい。あ、理事長向かってます、今。はい、はい、はい。はい、よろしくお願いします。はい、あと、その社服の方、まあまあ別やって言われても、その社服の方、あ、売ることも考えます。ただ、あの、要は、工事代金は最初いくらで話つけるかっていう問題と、うん、追加の分も含めてですね、っていう問題と、売ってそのいろんなお金をそっちに渡していくっていう話がどれくらいになるのかっていうのがわからなくて、うん、いくら払えるかってこれ自己的な話になるんで、うん、とりあえず帰ってきたらいいなという前提で、どれくらい資金繰りが持つかっていう話だと思うんですよ。うん、で、今聞いてたら、円が普通に、まあやり方にもよるけども、普通に運営してたら2000万くらいってことですよ、年間の利益は。うん。まあまあもっと詰めてもらうと、まあ2000万をフルに返してきたとして、10年で2億。はい。まあ多分知らないですよね。それでいけるやったら相続法もあると思う。ちょっと相談します。ほんで、まずそこからもうちょっと頑張ってもらって、個人の。もうちょっと話したことがあったら。うん。今日のね、結果も見えてないから、その先の話だから、
15日から23日まで奥さんとヨーロッパ旅行するの。なあ、どこか、いや、どこを紹介さし、されようとしてたんですか。いや、まあどんなところでも紹介できますよ、うん、うちやったら倒産事件がこういうのに強い人もいるし、うん、うちの OB とかでもいいし、うん、その方が変な話にならないで、うん、あんまり潔癖な先生やったら持ってくれない話もあるから。いや、そんなことないと思うんだけど。あ、違う違う、関戸先生じゃなくてですよ、うん、だいぶ紹介してって話です、うん、もうここに個人の財産もあるでしょうしね。誰ですか。え、かぐみさん。あ、もうほとんどないですよ。ない、自宅建物くらいじゃないですか、聞いてるのは。運動教育者なんですね。それも、まあ、もちろん話しますよ、うん、そうやってやる。ただ、うん、今すぐとかどれだけ管理ができるかわからないので、うん、まあ今僕が持ってるのは5000万くらい、うん、その5000万払うっていうこと自体もちょっと非常に微妙ではあるんですけども、うん、5000万くらい限界だと思います、うん、1年でよくやったんだね。これ補助金って解約返さなかったかな、でも感染症。それは分からないです。補助金は返さないので、実際そのかかってる15億の金が実感して、まあでも実際でもそれで支払いが発生しているかぎりは、もし支払ってくれないとね。ちょっとじゃあそこだけ、金取り持つかどうかだけの判断はしてもらわないと。非常に厳しいなと。だからこの3億も無理やと思いますか。3億含めてですよ。非常に厳しいなですね。高須の9000何ぼっていうのはもう払う。難しいと思います。それもですか。今ホンマ話したのは、これ正直言うと、その破産前の処分行為って基本できないんですよ、うんうん、あれホンマに必要なもの払うとかって言ってもダメなんですね、うん、だからそれやるともうお互いにまたややこしい話になっちゃうんで、他もあるからね。そう、プーチン以外もあるから、そこにボンボンボンと払われてもたまったもんじゃないし、債務超過になるかどうかっていうね。建設仮勘定ってことないやろ。あれとこっちの、あのさ、厨房機器とかもどんどん入ってんのか。もう全部入ったん。全部入った。分かった。あと、入れるものは、なるだけもう入れるのにしといて。うん、もう、あのものは。で、外交も、もう、ちょっと、一日二日はちょっと休もうか。ほんで、土出しもちょっと休もうかもしれないから、ちょっとまた連絡入れるわ、それ。うん。そうやね、今また行くことになったみたいな。うん。うん、らしいな。で、かごやかさんもうちょっとしたとは。うん、ちょっとペース指示するわ。はい、その結果の中に入らない。ちょっと全部入ってるわ。もう土止めるぐらい。土だけは土の目標だと思うんだけど。あ、そっか。ここ
そこのところの話を一緒に進めることはできませんか？できます。財務省とか。できます。ね、はい。これ。それが一番大きいのは土の問題、値段の問題、そこからの発生なんで、はい。それ急ぎ、どっか、ね、で、近傍の学校に買ってもらうっていうこと、運営を依頼するっていうこと、はい。これだけのためにもない。ね、そうやってやろうということだけです。あ、もしもし、あ、酒井ですけども、今藤原さんと話してね、幼稚園潰さずに済む方法を模索できないかっていうのも考えてるので、いやいや、存続してもらった方が、返済してもらって残れるんやったらその方がいいわけだから、だから朝なりきでは考えておいてください。認可の取り下げをしゃあないにしても、はい、はい、はい、すいません、はい、はい、はい、考えます、はい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 。まだでも分かりませんからね。分からないけれども、だから軽々にマスコミとかそんな今のも言わんといてくださいって話です。はい、はい、はい、うん。うん、はい、だから言わんといてください。はい。園長によろしく。うん、理事長に言っといてくださいね。はい、はい、はい。はい、はい。それ言うてもらったら取り付け騒ぎになるから、藤原さんが取り付け騒ぎになって余計迷惑かけるからやめてください。はい、はい、はい、はい。はい、分かってないですよ、うん、ちょっとじゃあその道だけ模索してもらえませんか。とりあえず多分週明けには取り下げる可能性ある。そうですね。そしてそちらの動きっていうのは、今その建物っていう、あと私はその財務省の窓口、いやいや、うちで話してます、はい、取り下げたんで、うん、まあ学校をやるのはもう難しいです。認可もらうのは、このとここそ、ね、だからこれを誰か引き継ぐところを探すことによってっていう話なんだけども、嫌がる可能性の方が高いですよ。そうやね。だってそもそも適正価格がどういった話があるから、うん、ただ、だからそこは解体せんでいいっていう話になる可能性はありますよ。え、解体せんでいいっていう話は、だから要はうちは買い戻した上で向こうが建物があるままの状態になっていて、うん、だからそれをそのまま買ってくれる人がいるんだったら、うんっていう、そういう話ですね。で、買ってもらうところから、藤原さんはいくらかお金もらって買ってもらえよ。それしかないんだっていう、そういう話です。それは、土地の所有権向こうに戻るけども、住居するかどうかっていうところも、裁判を起こすかどうかだけの問題なので、そんないきなり接続でやってこないと思うので、まあ、そこでの粘りやろうね。うちは買い物してなんのは間違いない。じゃあちょっとそれで一回、僕でも検査してみますから。はい、こういうのって何ですかね。失礼します。